どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画はレラハンクスフラノベースボールクラブの吉田優斗選手のバッティングの様子をまとめています。ぜひ最後まで動画をご覧ください。先日研修を受けてきました。背骨を動かすということはどういうことなのか、その動いていない部分の歯車を回すと体にどのような影響が出るのかということを自分の体を通して学んできました。普段あまり動いていなかったので全身筋肉痛になってしまいましたが、楽しく過ごさせていただきました。いろいろなアイデアをいただきましたので選手にも還元できると思います。バッティングにどう生かしていくか、ピッチングにどう生かしていくか、体の使い方をどうしていくか、背骨をどのように動かしていくかということを次回ケアしに行った時に提案していきたいと思います。では吉田選手のバッティングの様子を見ていきましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、吉田選手のバッティングを見ていきましょう。吉田選手は開幕からほとんどの試合に出ていて、試合前のケアをしましたが、かなり体の疲労が溜まってましたね。京花選手と同じバッティング理論を使っているので、ちょっとバッティングフォームが似てるかなっていうふうにも思います。吉田選手はやっぱ下半身の意識をもう少し出していかないといけないかなっていうふうに、バッティングフォームを見て思いました。軸足に乗る感覚と、あとは前に出した足が壁になるっていうのをもうちょっとやんないといけないのかなっていう感じがしました。ボディワーク取り入れてから結構球も見れるようになったし、体の感じはいいというふうには教えていただきました。本当に体に関する意識がすごい高い選手なので、いろいろやってて面白いですね。今までは股関節のワークとかいろいろやってみましたけれども、それだけでも体の使い方だいぶ変わってきているので、もっと股関節とか足のワークをやっていかないといけないかなっていうふうに思っています。ちょっと軸足に乗るっていうことを意識してやっていきたいですね。はい、第2打席の時ですね。肩甲骨と骨盤でうまく回転を作るっていう理論みたいですけれども、肩甲骨の動きもやっぱりなんかちょっと足が使えないから上が頑張んないといけないのかなっていう感じがしますね。やっぱり足のワーク、あとは吉田選手は結構反り腰傾向で背骨を丸めるってことも苦手なので、そのあたりもちょっと提案してみないといけないかなっていうふうに思いました。でも本当に疲労困憊なので、体を休める方法、筋肉を緩める方法なども教えていきます。体の使い方はとても上手ですね。バランスがいまいちまだうまく取れてないという感じです。筋肉量はあるので、多分しなやかな体、より動きやすい体を作っていけばかなり率は残せるんじゃないかなっていうふうには思います。
第3打席ですね。ここから踏み込む時の膝の進展ですね。膝がピンと伸びるタイミングがもう少し欲しいかなっていうふうに思います。膝を伸ばして股関節のところに壁を作ってあげるようなイメージを高めることで、多分上半身の回転がしやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。膝が伸びきっちゃってるっていうのと、反り腰傾向なので股関節の使い方ももう一段階やっていかないといけないかなっていうふうに思います。軸足にうまく乗る、あとは踏み出した足をしっかり止めるっていう練習ですね。そこを次回行った時にちょっと提案してみたいと思います。最後ですね、第4打席。日が暮れてきてすごい見にくいですけど、体重移動っていうことを次回やっていこうかなと思います。足、股関節、背骨、そういうあたりが多分テーマになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。この後にスローの映像があるので、それでまた分析していきたいと思います。トップの位置はなかなか崩れない。軸足の股関節でもう少し引き込むっていうことと、足を着地してからもうちょっと膝を伸ばしてためを作っていきたいかなっていう印象はあります。股関節もうちょっと引き込むってことと、足をついてから膝を伸ばす、膝曲がっちゃってますね、その辺を作っていこうかなと思います。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。いろいろ人によって体の使い方は違うということが見てわかると思います。その中でもピッチャーと対戦してヒットを打って結果を出さないといけないというのは本当にシビアな世界だなというふうに思います。次回吉田選手のケアをした時には、足の使い方、股関節の使い方、軸足のため方、あとは上半身などいろいろまた提案してみたいと思います。本人といろいろ相談してどういう感覚があるのかっていうところと、私が提案するレッスンでいろいろ体の動かし方を、またより動かしやすい体を手に入れてほしいなというふうに思います。今回の動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が面白かったと思った方は、いいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。8月22日に、ストレッチからの脱却というワークショップを開催します。まだ参加人数に余裕がありますので、ご検討をしてみてください。皆さんと会場で会えることを楽しみにしています。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。